11世紀から12世紀にかけてのリトアニア高地であるケルナベ。リトアニア公国は12世紀から1413年まで存在したリトアニア民族の土地で構成された国家のことを指す。大部分の時代を通じてリトアニア大公国の一部分かつ中核を成していた。領域の構成のその他代わりの名前はアウクシュタイティア、リトアニアの地、ビリニュス公国。 現リトアニアを及び単に狭い意味でのリトアニアである。国家の形成は、今日のリトアニアの中央部及びアウクシュタイティア及びリエトゥバの地として知られる東部にて出現した。ネリスカワサガンのリトアニア中央部にて形成され、急速に東部に拡大したと推測される。彼の地は1009年にリトシアとして言及される。領域は頭文字が名前を意味する。 アウクシュタイティア人やリトアニア人といったリトアニアの部族の年長の公によって統治された。リトアニア大公国内しリトアニア王国として知られるようになる12世紀内し13世紀におけるリトアニア国家の拡大以降はリトアニア公国は公によって統治され王朝の関連性により相続される行政単位となった。公国の主要な行政の中心地は13世紀まで ケルナベであったと思われる。14世紀以降は、リトアニア大公、ビテニスの統治の下で、本来のリトアニア公国の東部で形成されたことから、公国がビリニュス公国として知られるようになったのも最もらしいことと言える。トラカイ公国は、同地を自身の支配地域としていたケイストテ,ティスによる統治が、始まった1337年に存在したことは、 確実であることが知られている。これは将来のトラカイ市長領の原点である。最後のリトアニア公は1392年のアストラバの和平でヨガイラから授けられたビータウタスである。1397年以降は広告は長老領の地位に収まり、それはジェマイティア長老領に匹敵した。1413年にビータウタスによる ホロド合同に基づく行政上の改革後に広告は消滅して新たに創立されたビギニュース、主張量の一部となった。ありがとうございます。